テレレレレレレレテテレ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 レレレレたとえ火の中水の長草の中スカートンの中いきます。どうもースカイピース。最近ですね、オフ会だとかなんか雑誌の撮影とかでちょいちょいメイクしてもらう機会が増えたわけです。増えたね。なんかさ、こう白いの塗って、で俺ちょっとあれなんで、ちょっと涙袋して描いてくださいみたいなとか言うんすよ。結構あれ変わんない？変わるね。結構さ、白くなって肌綺麗になったりとかさ。でしかもメイク上手い人ってなんかさ、モノマネメイクみたいなやつ。有名な人で言えばザーチンさん。ザーチンさんモノマネメイクすごいじゃん。するね。あれすげえなって思って、今回ね YouTuber のモノマネメイクするを発掘しました。あっ、びっくりした。今からするっていうことがあって、もうそんなボツやで。今回ですね、ジンタンモノマネメイクしてみたよっていうリプレイ送れてきて、なんでそれ見てみたらめっちゃクオリティ高くて、ちょっと今回それ誰の YouTuber 似せてんのかテオ君に当ててもらいたい。おーシッシッ。じゃあいきます。いいよ。いろんな人に似てる。そうそう、これはね、いろんな雰囲気がありますから。ソラチン。うんうん。ああ、言ってた方がいい。ソラチンね。あ、うんうん。不安になっちゃって。カメムシくん。レイダー。レイダー。釣り目。もうマスクは入ってないよね。もう入ってない。マスクだからポッキーとかじゃない。入ってない。今の3人、ソラチ、カメムシ、釣り目、釣り目、3人の中入ってます。ですよね。です。入った。ソラチ。ソラチ。正解はカメムシくん。カメムシくんか。カメムシくんですね。釣り目ではないわ。うん、似てるよね。シッシ。今この顔で生まれてきたかったわ。じゃじゃん。このもじゃもじゃのここのたこ焼きみたいなのも入ってる。入ってる。入ってる。これも何択か出してみようか。そうね。一択はまだ出てないんだけど。本当に？これは？あ、これ入ってんの？シブジャパンです。シブジャパンさんじゃない。でも雰囲気だね、雰囲気。言われたら、あー確かに似てるってなると。ってなる？なる。どうしよう。出てこねー。オルゴさん。YouTuber です。あ、YouTuber。YouTuber です。眉毛太い。眉毛太いって絶対特徴だよね。こんな眉毛太い人いる？髪型結構似せてると思うんだよな、なんとなく。じゃあヒント、男性です。分かってる。ね、それは分かってた、分かってた。ヒントは、まあ、ソロじゃないメンバーがいるってことね。うん、グループです。ピンときた。ピンときたわ。頼む。じゃあ俺パッて言うから、パッて言ってね。ダボさん正解。うわー、雰囲気に出るよね。嬉しい。シッシ。じゃん。カメムシくんじゃない。あー、ここで？え、違う？違う。え、俺これすぐ分かったけどな。ソラチ。違う。同じ子だよね、さっきとね。もちろんみんな同じ子だよ。違うパターンの写真。あー、ある？その同じ人で。同じ人で、もちろん全部同じ人で。じゃん。ミヤ。ミヤじゃない。え？あ、マコトさん。正解。マコトさんです。マコトさんすごい似てるよね。雰囲気つかんでくれるね。そう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 。シッシ。次です。いきますよ。ジョジンと正解。わかる。これはこれそっくりよ。でもそっくりや。これそっくりよね。びっくりじゃない。これ目の大きさも多分変えたよね。目の大きさも修行して変えたんかね。これ超似てるやん。シッシ。いきますよ。はい。俺これが一番似てんなって思った。もう3秒でですよね。ですよね。3秒でデスリー。いきます。せーの、ジョンジョンジョン。最後まで見てくれてありがとう。モノマネメイクさすがです。第2のザワチン現る。こんな特技あるよって人はリプライ待ってます。明日のスカイピースはテオくん、絶対歌に乗ってきてくれる説、ドッキリです。それでは楽しみに。俺この写真出しアップしてみようかな。逆に似せてみたら、この格好全く同じことして、多分インスタに、いやディズニー行きてってツイートしたら、テオくんかっこいいって絶対来るね。え、これで来るよね。絶対来るね。バレないよこれ。シッシ。
あやめちゃんありがとう。ありがとう。ありがとう。また。あやめちゃん YouTube やればいいもんね。ね、YouTube やればいいと思います。うん。ザワッチン YouTuber。ザワッチン YouTuber モノマネメイクしてみた。うん、こういうようなモノマネメイクね、スカイピース募集しているんで、ぜひリプライでも DM でも面白い。何でもいいんで。あやめちゃんを越せる子いるかね。あやめちゃん越せる子います。いるなら挑戦。私メイクめっちゃ得意なんです。みたいな人いたらモノマネメイク送ってぜひください。バリバリ美容学校行ってたんで、任せてくださいっていう方はぜひこちら。こっち何書いたの？ここ今長いウンコが出てると。